韓国の韓費議員連盟に所属する与野党の国会議員らが来月中旬に日本を訪問する計画であることが分かった。NHK は16日、関係者の言葉を引用し、今月6日に新たに韓日議員連盟会長に選出されたキム・ジンピョ議員をはじめとした連盟幹部らが来月12から14日に日本を訪問する日程を調整しているとし、議員らは訪日の期間中、 日本側の日韓議員連盟の会員らと会う予定だと伝えた。関係者によると、韓非議員連盟の幹部らは今回の訪日で日韓議員連盟側と、日本の先般企業の元徴用工被害者らに対する賠償問題などをめぐり悪化した日韓関係の改善案を議論する予定だ。一方、韓首相は先月24日にムンジェイン大統領と初めて電話通話を行い、 日韓両国は互いに極めて重要な隣国だとし、元徴用工問題の解決を重ねて求めた。関係者によると、両国の議員連盟は韓国の議員らの今回の訪日をきっかけに、韓首相の表敬訪問と自民党の二階俊博広議員との面談も推進している。また、関連協議のため日韓議員連盟の幹事長である自民党の河村立夫議員は、17日から韓国を訪問する計画だ。